大竹紳士交遊録火曜日に隔週で登場、政治学者の中島たけしさんです。今日はリモートでご出演ですね。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。いますはい。今日のテーマは、うん、国葬について。はい。はい。はい こと、うん、今年の9月の27日にですね、うんえー、安倍元首相の国葬というのが予定されているんですけれども、はい、まあ世論調査を見てもですねかなりあの国論というか国民の意見が割れていると、うんえー、そういう状況があの見えてきました、うん、でどういうところがやはりこの国葬というのに問題があるのかというのを少し考えてみたいなというふうに思っているんですけれども。はい あのまずですね戦後この国葬として最近もニュースでよく取り上げられていますが、うん、吉田茂さんがですね、うん、亡くなった時っていうのにこの国葬が行われたこれにあの準拠しているということになっているんですけれども。うんはいうん あの、吉田茂さんいつ亡くなったかというと、1967年なんですね。うん、で、その時の、あの、総理大臣は佐藤栄作という人でした。はい、で、この時なぜですね、佐藤栄作がですね、うん、この、 吉田元首相の吉田茂のですね国葬に踏み切ったかなんですけれども、うんはい、まず前提としてなんですが国葬にはですね、うん、あの戦前にはあの国葬令という法律があったんですね、はい、でそれに基づいて国葬というのが戦前には、まあ、いくつか行われていました。うん しかし、日本が戦争に負けて、日本国憲法がですねえ施行されるわけですけれども、それに伴って、この国葬令というのは、執行をしているんですね。ですから、現在の法律として、この国葬というものを定義づける法律はないという状態があります。で、それでもなおかつ、佐藤内閣は、吉田茂のですね国葬に踏み切った。 わけなんですですこれはなぜなのかなんですけれども、うん、ここにやはりあの多分にですね私はあの政治的な意図があったというふうに思うんですね。はい、でどういうことかというと1967年というのは、うん、実はあの自民党が非常に大きな危機を感じていたた年だったんです、うん、でなぜかと言いますとこの年の4月にですね見延べ都政というのが始まるんですね。うん これはあの東京都知事選挙で見で延良吉というですねこれはあの自民党の方ではなくて左派が推しているですねえそのいわゆる革新知事というのが誕生することにあのなりましたで首都東京のですね知事がですね革新系の人に選挙で奪われたということは自民党にとってですねこれはまずいといずれ社会党や共産党に自分たちの政権が奪われると。 うん、当時の言葉でいうと保守の危機っていうのが叫ばれたそういう年だったんですね。うんうん、でこれはまずいぞと、うんえー、そういうふうに考えている時にですね吉田茂が亡くなった。うん、で吉田茂はやはり戦後のですね日本のまあ土台を作った人物良くも悪くも土台を作った人物ですよね。うんうん、例えば日米関係 いいうものををやはり重視をしていくあるいはあのその日米の関係に基づいた再軍備というのを進めていく、まあ、自衛隊というのができていくわけですけれども、うん、まあそういった基礎を作った人であると一方、社会党は非武装中立ですね、うん、そしてむしろです、ね、あのソ連の側を向いている、まあ、そういうようなあの政党であったわけです。 でここにですね政権が奪われると大変なことになるっていうので、うんまあ、危機感を募らしていたときにこの戦後のシンボル戦後政治っていうのを作ったシンボルである吉田茂が亡くなった、うん、この人をやはり国家としてですねちゃんと位置づけるこれが戦後日本の在り方なんだということをちゃんと国民に見せつ。 まあそれがですねこれからのですね保守政治の安定につながるというふうに、おそらくこう佐藤内閣は考えたんだと思うんですね。なるほどでそれでこの国葬というのが行われた、つまり多分にですねこれは政治的な意図っていうのが背景にあるっていうのが、この国葬を考えるときに非常に重要なんだろうというふうにあの思いますなるほど。うん でですので今回、じゃあどういう政治的な意図があるのかですね、うん、ここがあのしっかりと分析されなければいけないんじゃないかなというふうにどういうことがこの政治的な背景にあるのかというとですね、うんうん、おそらく。その よく安倍さんを神格化するためとか、ね、そういう言葉も出てくるんですけれども、うん、むしろです、ね、そういったことよりも私は現在の政局というのと関わった問題が大きいと思っているんですね。と、うん、いうのはやはりあの麻生さんの一強状態というのが今永田町では生まれているんですね。うんうん、で麻生さんの野望というのは一体どこにあるのかというと大公地会。 というそういうううそ考え方にあるんですね宏池、うん、会というのはかつて、えー、と大平正義とか、はい、あるいは宮沢貴一とか、うん、その前ずっと行くと池田勇人とかですね、うん、こういうような、まあ、保守本流と言われた、うん、しかも自民党の中では鳩派リベラルで知られたそういうです、ね、派閥なんですけれどもこの派閥この20年弱体化したんですね。うん 特に加藤の乱っていうのがあったことを、ね、もう20年ぐらい経ちましたですけれども、はいうん、覚えていらっしゃる方、多いと思いますが、うん、加藤浩一さんがですね、うんえー、森内閣に反旗を翻すっていう、まあ、こんなことがあって、ですね、うん、まあこれが失敗に終わったことから、宏池、うん、会はいろんな事情があって分裂しちゃったんですね、そして弱くなった、代わって力を持ったのが清和会、安倍さんや小泉純一郎さん。 うん、を出しているところですねここが非常に大きな力を持ち、うん、この20年間は保守暴流と言われたです、ね、清和会が非常に大きな力を持ってきた。うん、はい でそれに対して麻生さんはこの宏池会の系譜に連なる人なんですね。なので、うん、もう一回大きな宏池会っていうものを再結成して、うん、自分がドンとして君臨し、うん、そして現在の岸田さんは宏池会ですね、うんうん、その次に林さんという人が控えているわけですね、うん、外務大臣です、はいえー、そこにバトンタッチをすると自分がですねボスとしてまだまだ安泰であると。うん でこういう体制を作りたいっていうのが麻生さんの中には非常に強くあるというふうに見受けられます、はいはい、で、うん、その時にですね当然これを警戒しているのが清和会の方ですよね安倍派の人たちということになります、うん、でそこに対してですねこの大公地会というふうに持っていくためには、うん、やはりですね清和会の方を無視してるんじゃないですよっていうふうにしてですね、うん、安倍さんをこう高くですねたた、うん、えておくと、うん、そのことによって 何か安倍派の方に対しても私は気を使ってるんですよということを見せて実はこのこう大公地体制っていうものを敷こうとしている私はそういう政治プロセスのように見えるんですね。うん、でこういう政治的な意図でもってですね宗教性の関わるこういうい 法律に基づいていない国葬というものを私はやっていいのか、うん、国会も開いてないんですよね、閣議決定だけです、はい、これは私は非常にまずい、政治的な意図によって閣議決定をきれいに何でもできるというような、うん、こういう状況は私はまずいんじゃないかなというふうに思います、うんうん、まずあの、一番最初にこれ言い出したのは、岸田さんがあの9月27日に、ね、国葬しますということを最初におっしゃったわけですよね。はい あのこれも報道で伝わっているところによるとです、ね、うん、麻生さんが岸田さんに対してです、ね、この国葬っていうのをやるようにというふうに強くです、ね、迫ったっていうふうに伝わっているんですよね麻生さんが、はい、それじゃあ、あ,のあれですね。 平和会を立てながら流れを高次会に持っていこうとしてるっていうふうに考えていいんですね、うん。まあおそらくそういう話の中で出てきたのがこの国葬という問題であろうと思うんです。前から<で>思ってるんですけど、はい、なんかどうでいった人が国葬になるのかっていうルールが今なないんですよね、はい。全くないんです。はい、こう一番最初に誰こういうことをする前にだそういうルールを やっぱりちゃんと決めておくのが最初だと思うんですけどいかがですか？いやまさにそうでだとするならやっぱり法律が必要なんですよね。我々の税金を使ってやるということになります。で天皇だけちょっと別なんです。天皇はあの国事行為として憲法で定められていて、それでかつですね皇室典範というのがあります。ここであの退位の例というものが定められているので、あの天皇陛下がお亡くなりになった時ですね現在上皇を含むと思います。 があのお亡くなりになった時には、この体操の例をやるっていうことだけはですね法律上確定しているんですが、それ以外については国葬については、何の法的なな根拠はないんですね、うんうんえー、この何かルールを作るのに、中島さんは、はいあの、どんなルールが必要だとお考えですか。 そうですね。私は、うん、あの国葬っていうのは、あの基本的には必要ないんじゃないかと思っています。うん、なるほど。っていうのは、うん、あの、私たちょっと勘違いしてはいけないのは、うん、安倍さんの送迎、もうあの十分あの盛大に行われているんですね。そうですねえっと、うん、はい、あの、うん、お亡くなりになってから数日経ってですね。うん、これはあの七月の、えっと十二日に。うん これ文化放送のすぐ近くなんですけれどもね増上寺で行われましたで僕その日ですね出演の日だったもんですからこの車列を見てからですねスタジオに向かったのをよく覚えていますけれども大変に混んでいましたそれであの国会議事堂のところとか自民党本部前とか官邸にもですねえっと安倍さんのご遺体を乗せた車が回ったっていうのもご記憶の方多くいらっしゃると思いますけれども葬儀はもう盛大にやってあるんですねですからお葬式やら じゃないっていう話ではないんです。そうですね。うん、わざわざこう半年後に税金をかけてですね。うん、ええー、そして国葬っていうのをやるべきか。 っていうそういうい問題なんんですねあの中島さんもう一つあのちょっと伺いたい点がありましてその自民党の中の派閥争い的なところですか派閥の仁義というようなお話し、はい、和会に対して、まあ、あの大公地会を考える、えー、麻生さんがまあ一応、仁義を切る形で使う、うん、利用するんじゃないかというお話は分かったんですけれど、えっと、今おっしゃったように国葬というのはすでにもうあの行われている葬儀に重ねて国として行うわけですよね。はい、ということはそれは国民に広く見せるあるいは国外に広く見せる。 広見せるという目的が当然あるわけじゃないですかじゃあその広く国内外に国葬という形で、えー、見せることの目的というのは何だとお考えでしょうか そうですね、あのー、私自身は、ですね、まあ、これ、まあ、あの一つはあの岸田さんは支持率が上がるというふうに僕は考えたんじゃないかと思うんですが、うん、逆にこう支持率が下がっているんですよね、うん、国民もそう甘くはなかったと、うん、ある種のこう、なんていうんですかね、一つ、国民を一体化しです、ね、うん、そしてそれを政治的な支持につなげるという意図はあったと思います、うんうん、しかし、移動もそういう流れになっていないと。うん いうことがあって、ですね岸田内閣もあこれで支持率下がっちゃったら大変だなと、まあ、もちろん統一教会の問題を含めて下がってるんだと思いますけれども、あのですので、思惑通りに本当にいくのかですね、っていうのがあると思いますもし国葬が行われた場合に、セレモニーですから、亡くなった方に対して敬意を表して、まあ、その方の功績をたたえて、荘厳な 壮麗な大きな国葬というものが行われたのだからもう亡くなった人のことを悪く言うのはやめましょうとか亡くなった人に関連するような話題で何かネガティブな話題は出すのをやめましょうという空気が醸成されることも考えられますか あ、それもあると思いますね。うん、で、憲法上の問題でやはり大きな問題になるのは、うん、憲法19条ですね。うん、内心の自由っていう問題です、ね。はいうん、で、これはあの弔うということを伴っていますね。うん、で、かつ小島さんが今おっしゃられたように、やっぱり日本人のですね。感覚として弔いの場でですね。うん、その人をあれ、これ言うのはよそうっていうようなまあ、そういうことがまあ、通例の感覚としてはあると思います。はいうん、ですから、まあそういったことを含めてですね。私たちのこう。 自由っていうものが侵されると。うん えー、例えば、これ平日に行われます。うん、で、どういうふうにですね、国民にいろんなものが強いられるのか、まだはっきりしないんですけれども。うんうん、反旗をですね、掲げるとかですね。うん、えー、吉田内閣の場合には、午後、学校がお休みになったそうなんですけれども。うん、まあ、そういうことになるとですね、一種、こう、うんまあ、ある種の喪に服すと。うん、そして、政治的な批判っていうのがこうやりにくいっていう状況が生まれると思うんですね。うんはい、で、これ自体は、あの、非常に大きな問題があるので、私は、あの、国葬自体、やっぱり、あの、極めて政治的な行為。 なのであの法律がない以上やめておくべきであるというふうに思います、うん、なるほど、ねえーっとそう、中島さんのおっしゃる通り、今日の新聞なんかでも、なんか52%ぐらいの人があの、まあ、アンケートですけども、まあ、反対のことだということを新聞には書いてありましたねそうですね、うん、これはあの岸田内閣にとっては結構予想外だったんじゃないでしょうか。うん、そうなってくると、はい、この あの今日8月2日で9月27日ってことはもうちょっと流動的なんですかそれともそういうことじゃなしに9月27日に、えー、実行されるんですか。 実行ははされるんだろううといいううに私は思いますがしかし規模やさまざまなこう国民が抱いてる懸念っていうのをどういうふうに払拭しながら行われるのかっていうことその形式とかにですね注目が集まるんじゃないかなというふうには思います。 これもういろんな学校とかね、ねいろんな半旗をどうするとかっていう、いいろんな意見が出てますすからねねはい、そうであとはそれだけの大きなあの行事ですから、うん、まあ報道があのおそらくどこも揃って、ね、大きく報じると思いますが、えー、最後に一言、中島さんが懸念される今回の,そのじゃ国葬に関する報道に、まあ、期待すること、うん、あるいは注目すること、注意してほしいこと、どんなことがありますか。そうですねやはりあの 安倍さんについてはいろんな見方があるということですね、功罪がある、うん、そういう政治家であり、まだあの評価が確定していない人であると、うん、でそういう人に対して国葬だからといって、もう批判はやめておこうみたいな一面的な見方っていうのが、もしこれを契機として行われるのであれば、それはあの報道機関として問題であるということをよく考えておかないといけないと思います。 はい、ありがとうございました。大竹紳士交有録、今日の担当は中島武さんでした。ありがとうございました。明日水曜日は北郎さんのご登場です。